今シーズン来年出るかもしれないですよ。エッグベネデス。来年だったから。ありがとうございます。昨日先輩たちに服を選んでもらったので、今から朝食を作っていきたいと思います。お礼にということですね。はい、お礼に、はい、感謝の気持ちを込めてと、これからも頑張っていきましょうということで、やっていきたいと思います。何を作るんですか？エッグベネディクトです。エッグベネディクトです。ないです。初挑戦。初挑戦です。もう朝飯作ることないんで、ほぼほぼ。なんでまあ初めてを先輩たちに、はい、作ってもらえるように頑張っていきたいと思います。じゃあ早速作っていきます。マヨネーズを大さじ2杯。わかんないけど、これぐらいかな。大丈夫かな。8g。こうやって 20g ってどれですか。どんぐらいですか。20ある8は。わかんないです。2.なんか。いて。これ昨日練習するべきでしたね。やっぱ足りないかな。レモン汁、結構入りましたね。美味しい美味しいレモン汁を。どうなるか。めちゃくちゃ熱くします。吸ってどこっすか。吸えないか。吸えないらしいです。パンやっていい。やっちゃう。パン焼くかベーコン。あ、これベーコンもやるんですか。ベーコン行こう。ベーコンの匂いいいっすね。パリッパリまではいかないけど、このぐらいでパンをやっていきます。おはようございます。なんかいいですね。あ、ガクさん、ちょっと、はい、よし、じゃあ卵を。熱っ。待って、これ全然ダメじゃん。大丈夫かな。やっぱ吸わないとダメなんじゃないですか。まあいいんじゃない。セーフ。1個目です。ちょっとなんか形キモいですけど、でも白くなってるからまあいいんじゃないですか。美味しそう。めっちゃこっちうまそうやけど、こっちクソかわいそう。エッグベネディクト、こっちはまあまあぽいっすけど、こっち何って感じですけど、先輩方が食ってくれると思います。呼びに行きましょうか。母さん、うん、朝飯作りました。ヘルシーなやつ。いや、ちょっと上腹減った。作りました。食べますか。食べる。ありがとう。1個ちょっとミスったっす。そっちがさ、でも本当にうまいかわかんないです。それ俺とガクさん厳しいよ。
だから、あー、これ何これ知らん調べなくなっちゃって、うん、いや、いやまあ単純にこれ卵っす、あ、卵の黄身だ、じゃあ負けが黄身だ、負けない、うん、最初はグッキュンキュンありがとう、もうダメこれ、ちょっと、あ、ちょっと食べる、オッケーオッケー、はい、じゃあいただきます、いただきます、いやいやいや、こっちこっち、こっち、美味しそう、こっち、こっち、こっち、作り直そうかな、もう手でいいか、ね、半熟じゃないんですよ、僕じゃないです。それがあれじゃないの、その切った時に垂れる。中は違うらしいです、多分。いただきます。お客さんうるさいからね。職人。あ、でもちょっと半熟だね。うん。まずい。いや。君の、あれ、感じはちょうどいい。ちょうどいい。よかったっす。いや、美味しいよ。本当ですか？味美味しい。いや、味は美味しいよ。だからもう、君たった。今シーズン、ラーメン出るかもしれないですよ。熱い朝との、よく焼く。硬いですか？コーヒー飲みたい。いや、本当に。まさか？今から頑張ってきますね。頑張ってきます？ちょっと待ってください。ま、あれ出る、あれ噂のもしかしたら成功できた、じゃなかったらもうってことで俺今いいアシストしたってことねおはよう、あと5分寝てたら熱々のおしぼり首に落としてみるって話してる、寝起きとドッキリみたいな、うん、リアクション見ようよって一番出てきますねえ、ほんとだお、おいほんとだえ、なんかこれ後で作ったの、あ、上だけ違うっす、 あ後じゃないの、作られてた上だけ作られてた下はベーコンまで俺が、うん、いただきます、いや、それだよ、それっすよ、エッグベネディクトは、あ、美味しい、まあ、さっきの見てないからわかんないけど、ゆで卵乗ってた、俺のやつさっき、ベーコンとゆで卵え、ラテアート作るの調整はして、あ、本当楽しみだな、できんだ、できるかな、できなかったらもうアイスコーヒーでね、普段はカフェに行ってカフェのすごいでかい機械とかを使ってやってます、こういうの温度とかも分かんないんでできるか分かんないです、熱い？もう無理無理無理、え、めっちゃ強い、めっちゃいや、なくなんない。泡が、あ、無理っす。泡があれだから。しかも、どのぐらいの量かもわかんない。多分無理っすよ。本当に無理っす。しかも、量足りない。あ、でも映る。ほら、こうなるっす。映るけど。俺が飲みますわ、甘い、あ、でもいいっすね、コーヒー味はバチグバチリ、作れなかったんで、アイスカフェラテにします、増えてる、もうさ増えてない、オス版のさ映んなかったんでできないっす、え、温めるのが難かったっす、あ、一応それ何書いてくれたの、何も書いてないです普通に入れてパートじゃないのやろうとしたっすけど無理でした、何さんに飲んでほしいの
っちゃ隠されたなんでだよなんでだみんな飲もうよみんなえ、なんかあるドッキリ普通にドッキリやるか普通にカフェラテっす甘いっすよ、ね、うん、甘くないっすか甘くない甘くないうん、うん、まあ普通にカフェラテっすか、うん、ちょっと甘いかなあと見たかったなあちょっと甘い甘いよえ甘い甘いよ美味しい美味しい甘くないよね俺好きよ美味しいちょっと今度リベンジします、うん、店じゃないとむずいかいや店じゃないと難しいミルクの温度の測るやつもなかったから適当無理でしたあもうそういう細かいとこまでいるんだその角度60度かなんかとか、はい、じゃあ本当にこれが最後のコメントですもう撮影の本当にお二人の最後久しぶりですか皆さん泊まりに行くの久しぶりですで、うん、久しぶりかな、うんまあ、遠征ではそういうのはありますけどこうやって何もなくっていうのは久しぶりだったね楽しかったですあの正直撮影は多かったからゆっくりはできなかったけどでもめちゃくちゃ楽しかった一、うん、日がすごく長く感じたそれどういう意味それはいい意味です楽しくて、うん、長くて珍しいねそれいい意味の長くて、うん、すごく一日が、はい、濃かったですガクさんが最初に千葉にいた時とかは結構こういう旅行とかやってたんで、うん、なんか懐かしいなって思いつつ、うん、ドッキリのレベルが一向に進歩しないな下がってるぐらいで、ね、数年前もってかもうずっとなんですよもうやる前から足音聞こえたりとかガサ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 とか起きてたでしょ今日俺起きてないよあ寝てたの なんか分かんないけどパッて目覚めた朝とかずっと普通に起きてるからあれと思ってなんかがいるんですよなんか気配めちゃくちゃ気配すごくてオーラあるからなガクさんほらじゃない体重やこれ来年体重だったからこれ来年はドバイかハワイかでできたらいいなとそうね、まあ、優勝したらそうねそしたら海外で勇気に寝起きドッキリやろうね頑張りますじゃあ最後後日で済みますか後日で後日はいそのままやっていい任せるいきますよワン・ツー・スリーそうね。なんかご安定性でしたっけ。せーのでしたっけ。バラバラ。いやいいのよ。一言あってももしよかったなってくれたの。ちょっと慣れないもんで。慣れていこう。皆さんお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今シーズンも頑張っていきましょう。じゃあ頑張ろう。ワン・ツー・スリー。ゴジェッツ。ゴジェッツ。ワン・ツー・スリーでしたっけ。いやわかんない。せーのとか。以上でーす。ありがとうございました。お疲れ様でした。撮ります。あ、撮ります。はい。行きます。3、2、1。構えたら読み合わせ。朝と服を買う。めっちゃ爽やかになってる。あ、かわいい。大丈夫、事故るよ、これ絶対。